コールダー競馬場はアメリカ合衆国フロリダ州のマイアミガーデンズにある競馬場。サラブレッドによる平地競争を開催する競馬場。2010年にカジノが併設されてコールダーカジノレースコースが正式名称となった。さらに2014年に競馬事業はストロナックグループにリースされて。 ガルフストリームパークウエストの名前で運用されている。一方、カジノ部門はコールダーカジノの名前で運用されている。日本語表記においてはカルダー競馬場という表記も見られる。東に8マイル行ったところにガルフストリームパーク競馬場が存在し、もともとは冬だけ開催するガルフストリームパークに対して夏競馬を開催するために作られた競馬場であった。 フロリダ州の主要空港から車で20分程度の距離の位置にあり、すぐ隣に NFL マイアミドルフィンズの本拠地、ハードロックスタジアムがある。かつては、フロリダでも重要な地位を占める競馬場であり、G1 競争も行われていた。しかし、時代の変化により、経営難が続き、スロットマシンを設置して、霊死のとなった。経営は改善したもののそれにより、 競馬部門の存在意義は小さくなり、縮小の一途図をたどっている。コールダー競馬場が設立される前の1960年代のフロリダにはビッグスリーと呼ばれていたガルフストリームパーク、ハイアリアパーク競馬場、トロピカルパーク競馬場の3つの競馬場が存在していた。フロリダは暑すぎるために夏競馬は不可能と当時の関係者たちは考えており、 集計場委員会から夏競馬の許可は降りていたのだが、ビッグ3は開催しようとはしなかった。これに対して夏競馬の開催を長年夢見てきたのが不動産開発で財を成したスティーブン A コールダーである。ビッグ3の妨害に遭いつつもコールダーは意志を押し通し、1969年の5月に夏、競馬を行う許可を得た。ただしこの時点ではまだ競馬場が、 完成していなかったので、1970年はトロピカルパークを借りて開催された。翌1971年5月6日にオープン16,263人のファンが詰めかけた。新しく作られたグランドスタンドは全館冷房で13,500人の観客を収容することができた。バックストレッチには1,200頭の馬を収容できる旧車があり、 また、アメリカで、初めて女性機種用の宿舎があった。コースは、ソフティーターフという人工芝を敷いた芝コース、のみだったが、関係者には不評でありこの年の9月にその上に、土をまいて、ダートコースに変えた。翌1972年にトロピカルパークが、コールダーの協力者の一人である、ウィリアム・エル・マクナイトによって買収され、マクナイトは、 トロピカルパークを閉鎖して、レースを、コールダー競馬場に移した。コールダーは1978年に死去。コールダー競馬場は1988年に、バートラム・ファイアストーンによって買収される。ファイアストーンは1990年に、ガルフ・ストリーム・パークも買収するが、資金繰りに苦しみ、翌1991年に両競馬場の、 購入資金を貸し付けていた日本の二つの金融業者に売却した。1992年からは夏の祭典フェスティバル・オブ・ザ・サンが始まり、1997年からはサイマルキャスト放送が開始、大きな増益を生み、レース商品も大幅に増加した。コールダー競馬場は1999年にチャーチル・ダウンズ社が買収。 ガルフストリームパークも同年にストロナックグループに買収された。2000年からはコールダー、S サミットオブスピードとフロリダミリオンが始まる。フロリダミリオンはフロリダ州サンバ限定を8レース、総賞金額120万ドルという規模の祭典である。サミットオブスピードは 当時のアメリカで手薄だったスプリント路線に特化したイベントで参加場の中から2頭のブリーダーズカップスプリント優勝場を出している。それまでは全米的に注目されるレースは開催できていなかったコールダー競馬場だったがサミットオブスピードの開催により注目度を高めその中の一つプリンセスルーニーハンデキャップは2006年に G1 に格付けされている。 2010年にカジノがオープン。正式名称をコールダーカジノレースコースに変更してレースノとなった。2014年からは競馬部門は2020年までストロナックグループにリースされて名前をガルフストリームパークウエストと改めて年間40日の開催となった。この40日というのはフロリダ州の法律でパリミューチュエルのライセンスで スロットマシンを運営する条件となっている。同年は売り上げ最高額を更新するものの、プリンセスルーニー・ハンデをはじめとしたグレード競争は、一つを除いてすべてストロナックが所有するガルフストリームに移動して開催される。翌2015年には老朽化したグランドスタンドを解体。代わりのスタンドは建設されず、観客は臨時のテントで観戦することとなった。 2018年にコールダーカジノでハイアライ賭博が開始。2019年にはハイアライのライセンスでスロットマシンを運営できると集裁番所が判決を下す。これによりチャーチルダウンズ社はもはや多額の費用がかかる競馬を運営する必然性がなくなった。2020年末でリース契約は切れ今後どうなるかは不透明である。1 ST のフロリダ州、エグゼクティブディレクターのビルバジェットによれば2021年は、競馬を今の半分の20日開催する予定であるという。コースはすべて左回りの楕円型で、ダートコースが外側、芝コースが内側に配置されている。2010年、設立。約1100台のスロット、ビデオポーカーなどの他、灰洗いも行われている。 また、建物内は禁煙だが、喫煙可能な屋外カジノもある。カジノ外観。ありがとうございます。